始まりました、スマブラハウス。お願いします。はい、MC を務めさせていただきます、ジャパニーズゴケです。よろしくお願いします。はい、今回も素敵なお友達に遊びに来ていただきました。自己紹介お願いいたします。はい、剣使ってます、武田と申します。よろしくお願いします。はい、武田さん、よろしくお願いします。そしてレギュラーの紹介です。どうぞ。はい、エイトリンク所属のヒカルです。よろしくお願いします。はい、ヒカル君、よろしくお願いします。そして、はい、ロボ使いのピオネネです。よろしくお願いします。はい、ネネさん、よろしくお願いいたします。さあ、おー、どうしましょう、どうしましょう。対戦したい。あー、まあ言ってましたけどね、さっきもね、さっきもそうなんですよ、タケラさんのね、あの時におっしゃっていたので、じゃあヒカルくんとタケラさんの対戦やりましょうか。今日は おかわりにしよう。おかわり、普段結構やってるんですよ、僕ら。あ、まあ、そうですね、あ、そうなんだ。そう、あ、なるほどね、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、普段やってて、でもなんか武田さん、違うルールにやると、じゃあもう今日は終わりで。いやいや、そんな、ね、そんなに冷たくないよ。あれかもしれない。まあね、みたいなになっちゃうから、これをこのスマブラハウスの機械を使って、なるほど、おかわりしよう。おかわり、いいじゃないですか。どういうルールでやりましょうか。まあ、3キャラ、3キャラ、はい、対3キャラで選んで、うん、うん、やろうかな。あ、ヒカル君は何使います？いいすね、おかわり。あ、なんかそういうのランダム？それともなんか、いや、俺は別になんかあれば。武田さんはだっているじゃん、もうおあつらい向きの。まあまあ、そうですね、3兄弟いるんで、そう、それ使おうかな。あ、龍、剣、あ、て、なるほど。そっか、コマンドキャラか。そうですね。あー、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。何これ、見栄えがいい。めっちゃいいじゃん、こんな。お、めっちゃいい動画になっちゃう、これ。え、これはいいな、これはいいぞ。そう、ヒカル君の問題は勝ちたい。ガチで何としても勝ちたい。え、でも龍もそうだし、ちょっと剣とは違いますもんね、龍は。まあそうですね、テリーは全く違うしね。うん、結構まあコマンドキャラって言っても、うん、まあ3キャラいろいろ個性があっていい、ね、面白いと思うんで。武田さんが使うコマンド3兄弟対何ですか。いや、分かっちゃった。分かっちゃったんだ、うん、もう、あ、来た。おお、うわ、おー、シーク、ベレット、行こう、ベレスにした。アップデート組で対抗するよ、俺は。なるほどね、いいじゃないですか。負けねえ、プライド有利で勝つ俺は。いいじゃないですか。じゃあぜひちょっとお二人に戦っていただいて、勝った方は、まあ、負けた方は、まあ、どうしましょうか。どうしますか。お腹空いたから。あ、いいじゃないですか。この番まで行くと僕も間に合いそうなんで、お、負けた方のご飯をおごりにしましょう。やったー。あ、じゃあ私たちかけます。え、かけます。あ、じゃあかけよう、かけよう、俺たちも。あ、いいね、いいね、それいいわ。いいじゃん。え、どっち。じゃあねねさんから選んでいいよ。え、でも、え、どうなんだろう。キャラ相性とか見ていいよ。俺はそういうの詳しく分かんないから。え、でもなんかシーク細いし、うん、細い、なんか、うん、サウス系も強くなってきた。いや、そうなんだよね。いや、どうなんだろうな。どうしよう、え、どうしよう。でもちゃんと選んでくださいよ。コマンド3兄弟。あ、コマンド3兄弟派ね。俺たちの絆、それがやったんだ。これはね、俺たちの絆。じゃあ俺もコマンド3兄弟派ね。うわー、うわー、うわー、かけ成立したらやん。俺たち、いや、だいぶ、ヒカル君が勝ちますよ。まあね、大将に持ってきてる、やっぱりサムスが。いいよ、もう、じゃあ、どっちで。いいよ、いいよ、いい、大丈夫、ヒカル君勝つから。いいの、本当に。本当に。じゃあ、頑張っちゃおう。よろしくお願いします。頑張っちゃおう。頼むよ。いや、もうちょっと待って、本当に。いけいけ。負けたくねえ。コマンド3兄弟 VS、アップデート、アップデート3兄弟と。まずはシークと龍の対戦。あ、俺前作やってたからね、これ。ガード漏れちゃうんだよ。うわ、姿勢がいい。もう前作やってんの、こっちは。なるほどね、この組み合わせ。うわ、セビが。まあ、さっきのね、ビップで、まあ、僕が戦った時もそうですけど、抜けられなかったので、固めから。その辺の抜けをちょっと見たいですよね。
多分俺だけの映像を見たら、おい小池抜けろよってコメントあると思うんですけど、あの VIP を見たら多分言えないと思う、誰も。あ、みんなそうか。竜巻飛びすぎじゃない？飛びすぎ。いい、いい。やめて。うそ。うそ。タスは聞く。見せるか。あ、来ましたね。こそれ。こそ。いいぞ。ベレス重たいキャラクターですからね。いや、それがマジ強い。いや、もうそれ越してくれ。いいぞ。はい、最高。ずるい。うまい。ステップ先にね。武田さんからもうまい。おお、そっちから来るか。普段お二人はね、やられてるんですもんね、武田さん。まあ、そうですね。そうですよね。よく。武田さん、好きな食べ物なんですか？まあ、肉っすかね。あ、お肉が好きなんだ。お魚は好きじゃないですか？まあ、好きっすよ、全然。あ、そうなんですね。まあ、今日はお好み焼きですけどね。え、なんか怖くてないですか？いや、パーセンテージは 104% 対 54%、 武田さん有利。いや、マジで？結構ずらしたよ、俺ちゃんと。いけ、俺の切り札。もう 7.0 象徴するね。そう。そう、 7.0 ミスター 7.0 ミスじゃないかな、多分。あ、ミスか。ミス。かけぴょん、やめて。いやいやいや、これふわふわキャラの一人なんじゃないですか。そうですね。そうですよね。いや、強い。まだ飛ぶか、こいつ。いや、強い。それ強いね、クマエ。大丈夫。よいしょ。うまいな。これは回避やがり。やめて。あー、大丈夫。マジで悔しい。ちょ、もっかい、もっかい、もっかいらしい。ちょ、お願い、もう尺とか俺考えてないもん。もっかい、もっかい。まあまあいいっすよ、武田さんにね。全然いいっすよ。え、でもどうしますか、これは。何ですか、今1本取ったじゃないですか。はいはいはい。だからもう、その、まあ、もう一回やりますよね、武田さんの男ですからね。やるべきですよね。はい、じゃあやります。じゃあやってから考えよう。そのまあまあ、そう、ご飯もご飯もチャラです、これで。そうそう、チャラ、チャラです。チャラだよね。やるって言ったんだから。そう、男のだから次買った人が9億ポイント手に入るんで。よかった、芸人の YouTube チャンネルでね。危なかった。次買った人が真の勝者なんで。そう。悔しい。いや、ヒカル君変えてもいいですよ。変えてもいい。これもちろん。そうね、武田さんはやっぱそうですよ。まあ、でもまあ控えね。いや、しかもテリーまだ見てないっていうね。え、テリーも使われてますもんね。使ってます、使ってます。はい、まあ、控えめでいいかな。控えめ。いや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 。まあ、とりあえず、いや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 、バキバキ。いや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 。で、いきましょう。もう最近のヒカル君象徴してるじゃん、あそこのメンツ。メインたち。マジかよ。勝ちてえ、なんとしても。勝ちたいしかない、もう。なんとしても何かと勝ちたいな。いいですか、ねねさん、武田さんで。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。大将、あ、先方で剣持ってきた。でも、対するヒカル君も一番最近は使ってるルイージ。そう、うん、勝ちを使う。お互いの作戦がなんか似てるような気がしますね。僕ら二人とも攻めるから。確かに殺しに来てるキャラ戦かね。いいんだよな、それが。
頑張れ頑張れ。おー。いや、セビオリコだ。あ、怖いよ。じゃあ、すが仕上がる。お互いね。頼む。あー、かっ！でかいぞ。カメラ見る。お互いたくさんやってるからこそ。カーブ。さあいいツーの位置。あいい。最高。あぶねえマジで。やった。いいね。ああ。よし。これはほぼイーブンなんじゃないか。勝ちたい。テリーが出てきましたよ。テリーこういう戦闘強そう。シュッシュッ。つかみ。いいぞ。シリいいぞ。いい。あかあかあか。いやー。うわ。おやおら元カレ。死ぬぞ。豆粒じゃん。パチーって弾け飛んでたの。しゃかめられてねってマジで。無理。楽しそう二人。灼熱がね、当たっちゃうよね。はい。いやもうパーフェクト。原作と一緒。住所書け。ああ。いやすげえわ。コマンドさん兄弟。ガチ。お見事ですよ。すごい。住所だけ。そうだったね。武田さんほっつき歩いてたな。完全に住所不定だったから。不定。いやいや。どんなところ行き来してたから。ずっと崖だった。全部だってむずいんですよ。クラックシュートむずいし。そうね。灼熱もコマンドむずいはずなんだけど。この3キャラだけしか使えないからむしろ。いやこの3キャラ使えるのがすごいんですよ。みんなねスマブラプレイヤーはこういろんなキャラにこうリソースを割いてる中、俺は80分の3に寄せてるから。素晴らしい。いやかっこいいよ。そういうのいいよな。いや何食べたいか考えといてよ。よかった、武田さんにかけてて俺も。え、嘘！あるの？この家から。ボロー友情。いやだ、後半僕はボソッと言ってましたけどね。人間の僕も武田さんでって。人間9億ポイントですから僕も武田さんでって。あのコマンドの恐ろしさと人間の恐ろしさ2つが見えたと思う。いやでもこれでコマンドキャラ使う人増えてくれるといいですね。いや強いしかっこいいし、おもろいからな、見てて。そう、攻めれるわ。あ、そうですね。両方ともね。確かに。武田さん、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ヒカル君もありがとうございます。はい、ということで、今回のスマブラハウスは以上となります。今後もこういった、まあ、バラエティに富んだ動画や、攻略動画の方をたくさん出していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。そして、概要欄の方に武田さん、ヒカルくん、ねねさんの、YouTube チャンネルと Twitter の方を貼ってありますので、ぜひそちらのチャンネル登録と Twitter フォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。日高屋で。日高屋。はい、日高屋です。今日は